どうも、ローニーハンターです。今ですね、夜の11時ぐらいですね。はい。で、映してるのは、マダガスカルフルーツ農地ですね。マダンゴ木ですね。もうちょっと映っちゃってますけど、今日映したいのはこの子たちの中の、今真ん中にいる子ですね。この子、真っ白でしょ。めちゃめちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗ですね、この子。なんとか手に乗せたい。よいしょ。うわ、純白。ちょっと黄ばんでる。めちゃめちゃ綺麗ですね。この子今、脱皮したてですね。はい。ちなみに、その、アルビノの昆虫っているんですけど、一応。アルビノの場合は、その体は普通の色で、目だけが白とかになりますね。この子目は真っ黒ですね。かわいいなぁ。マダガスカルフルーツ農地。もうゴキブリの概念が変わる美しさと可愛さじゃないですか。私はもともとゴキは美しくて素晴らしい生き物だと思ってますけどね。まあ標本を食べられたことありますけど、かわいいなぁ。ちょっとなんか三葉虫みたいですね。全然違うけど、本当に触り心地いいですよ、すごく。でも意外ともうしっかり掴んできますね。はい。マダゴキはですね、まあこうやって今くっついてる子を見てもわかるようにフラケースの壁を登るんですね。はい。ですから結構そのしがみつく力が、しがみついてるわけではないんですけどね、特殊なこの指の裏の構造でくっついてるので、はい、ものすごく細かい構造があって、それがこのなんだっけ、ファンデルワールス力でくっつくんだっけ。ちょっと今適当なこと言ってるのであんまり信じないでください。ファンデルワールス力でくっつくのはヤモリだったか。ゴキちゃんはどうやってくっついてるんでしょうね。その辺も多分調べたら出てくるんでしょうけど、今は調べないです。いや、本当に綺麗ですね。この子も何日かしたらこっちの子たちと同じような色になっちゃうんですよね。じゃあ戻してあげよう。長生きしてほしいな。ちなみにですが、このマダガスカルフルーツ農地の色違いってわけではないんですけど、血統がありまして、血統ってあの血のやつですね、クワガタとかである。わかりますかね、この真っ黒な子がいるんですよ。これそのこの黒い血統の子ばっかり集めて繁殖してる人もいるみたいですね。眠い。今日はちょっとガを取りに行ってきたんですね。うん、あ、そっか、これダピガナだ。今触ったらプニプニしててびっくりした。背中から向けるんですよ。これわかりますかね、バネてる、ほら。もうダピ側も吸い付く。いや、せっかくなんでこれ取っときましょうかね。避けておこう。かわいいなぁ、綺麗だなぁ。今この下に敷いてるのはラビットフードですね。ウサギの餌です。これで育てられるみたいですね。結構食べてましたよ。うわぁ、うわぁ、うわぁ。今日あんまり泣かないですね。ちょっと泣いたかな？泣いた。マダガスカルオオゴキブリの仲間はこの、威嚇してシューシューって音出すんですよね。今日は反応が悪いですね。普段何もしてなくてもその仲間同士でぶつかって音立ててるんで、結構夜中うるさいんですよね。まあその一人暮らしなんで、そういう音が聞こえる方がむしろ寂しくなくていいんですけどね。マダゴキちゃん、この子メスですね。オスとメスの違いは、で今そのオスを探して説明しようと思いました。あ、いたいたいた。この子オスだ。よいしょ。この子オスなんですけど、わかりますかね。
ごついですよね、このここら辺、前胸のあたりかな、ここがめちゃめちゃごついんですよ、オスは。逆にそのメスはツルツルなんですね。ちょっとわかりますかね、これなんとなく違いが分かってもらえそうですけど、あ、ごめんごめん、つついちゃった。ここで見分けがつきますね。かっこいいゴキブリですね。繁殖させたいんですけどね、最近何頭か死んじゃったんですよね。管理は問題ないはずなんですけどね、何かちょっと良くなかったのかな、寒かったのかな。熱帯の子たちですからね、と結構乾燥させた環境で飼った方がいいみたいですね。はい、デュビアとかレッドノーチもそうみたいですね。デュビアはアルゼンチン森ゴキブリですね。じゃあ今日はマダガスカルフルーツローチのこの脱皮したてのめちゃめちゃ美しい個体の動画でした。ありがとうございました。